にちは、プロトリーフチャンネルです。今日はすごいボリューム感のあるエリカが入ってきたのでご紹介したいと思います。こちらですね、スズランエリカなんて言われているものなんですが、まあ、この時期に合わせて入ってくるものは特にクリスマスエリカって言われていますね。こういうふうにツリー状に仕立ててある。でこの白いちっちゃいのがお花なんですが、まあ、とにかくこう非常に見栄えのするもので、これがですね、こう仕立てるのに4年間ぐらいかかってるみたいなんですね。非常にこう時間のかかってるものなんですけども、まあ、ちょっと大きさの割には価格も結構大きいものなんですが、まあ、長くお花がですね、2月ぐらいまで楽しめるというのと、まあ、冬もちろん外で平気な植物なので、お玄関先にボーンと置いといていただいてもすごく見栄えがする、まあ、とにかく頑丈で毎年咲いてくれますので、管理としては、まあ、明るいところに置いて水を切らさないようにしていただければとても簡単な植物です。まあ、この大きさとですね、この特大の12号サイズっていうのが来てまして、まあ、相当これはまだ花が固めなんで、これからバッと咲いたらすごい美しいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、これは限定で一発しか入ってきないんで、まあ、ちょっと必要な方はぜひお急ぎでお店に来ていただければ、クリスマスですごい華やかになると思いますので、ぜひよろしくお願いします。